ということで、改めまして皆さんこんばんは。今日はこうして駆けつけていただいて本当にありがとうございます。楽しい一日にしましょうということで、キャプテン翼戦えドリームチーム生実況プレイです。11月ログインボーナス、はい、これプレゼントあげるよ。やった、 SR 以上確定チケットです。そしてハロウィンログインボーナス、ひとりくんアトリート、今日はハロウィンね今日はハロウィンねとか言ってるけど、大きな噂だと思うんだけど、ハロウィン当日からマイナス15日から始めた方が良かったんじゃないのか以上大きなお世話でした。さらに大型アップデートログインボーナス、今日はこれをプレゼントするわ。ありがとう。ログインボーナス、これで今日も頑張って。ありがとう。そんなわけで、今なんか大型アップデートのキャンペーンを、開催しているようで、なんかこういうねビンゴみたいなチャレンジミッションっていうのが行われているんでしょ。5分の4達成しているんですよ。あと1つ達成すればこのオールクリア報酬 ×5 っていうのをいただけるそうなんですが、回数制限シナリオクリアっていうね、こういうのって今までやったことないもんね。1日に1回挑戦できるロベルトの教えを1回クリアしよう、 SSR 以上のロベルト能力獲得できるお得なシナリオだと。なんであれ、普段絶対こういうのやんないんだけど、せっかくこういう期間開催中なんでやりましょうか。ロベルトノートを手に入れよう。9582、さらに後半3対0で勝っている状態から試合開始ってなってますね。想像つきませんね。行ってみようか。あ、でもこういうチームだったらさ、前回獲得した新田くんとか使ってみたいな。よし、いないもんねこのチームにはね。じゃあ守りのチームでいこうか。試合開始。さ、南部高フースボールのボールから、そして後半から、後半でマイボール、やったね。じゃあ百穂くん打ってみようよ。これでとどめだ。いけ。南葛だろ、南葛中学だろ、いけるいける。体のどこかに当たってくれ。よっしゃ、危ない危ない、南葛にも天才ゴールキーパーがいることを忘れていた。開幕100歩だって皆さん振り返るとね、彼が中学生選手権で対決した相手チームの点取り屋全員日本代表ですよ。ポジティブに捉えればね、こんなにいい練習相手はいないっていうかね、鍛えられますよね本当に。体のどこかに当たってくれ。あ、こんばんは。やった。よし、みんな行くぞ。今日は初めてロベルトノートミッションに挑戦してます。やるじゃん今。もしかして岩見くんのパス、それをシュナイダーがパスカットできなかったって。ザコには用はねえ、解きやがれ。ふざけるな、好きにさせるかよ。これを決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。虎を超える、これが俺の雷獣シュートだ。にゃーん、日本代表の年面と対戦した結果、体のどこかに当たってくれ。く
のどこかに当たってくれ。でもさ、これ気の毒だよこれさ、技の名前になっちゃってるからさ、なんかまるでさ、それの使い手みたいになってるけど、森崎が体のどっかに当たってくれってさ、原作の中でさ、大きく見て1回しかやってないからね。誰にも負けねえ。いくぞ。頼むぞ。イメージを悪くするよ。ほら、ロベルトだってさ、毎回こういうゲームが出るたんびにさ、翼悪いな、俺は一人でブラジルへ行くみたいな感じでさ、裏切りおじさんみたいなレッテル貼られてるでしょ。でもロベルトがさ、そういう裏切りおじさんしたのってその時だけじゃん。でもゲームが作られるたんびにさ、裏切りおじさんやるでしょ。で、気の毒だよ。人間第一印象がさ、いつまでも残るんだから。もちろん原作を読まれてる皆さんはね、そんなことないって分かってるだろうけど、星一徹、そう、僕ね、よく雑談の中で言ってるんですけど、星一徹さんがチャブ台返したのって1回だけだからね。それがオープニングなんかエンディングの映像の中に毎回出てくるから、視聴者は毎週毎週その絵を見ていてしまうんで、そういうレッテルが貼られてしまったっていう、ね。あ、ご存知でした。そうそうそうなんですよ、1回だけなんだよね、あれ。エンディングがなんかで毎回流れちゃうからね。体のどこかに当たってくれ。いや、カットインでね、出てくる分にはいいんだけどね。若林くんのキャプテン翼2の止めるみたいな感じでね。よっしゃ、ひとまず無事に終わりました。初回クリア報酬ノービロー。せっかくなんで翼 P の内訳を見てみようか。まあ、ざっとね、計算するとあれだよね、こういう加点、なんだ、試合に勝ったりとかそういうのでもらえる点数がだいたい1万2000点3000点ぐらいなんで、試合中にそれぐらい稼いでおけば、なんだ、最終的には2万5000っていうなんだ、ボーダーラインをクリアできると思うんで、それを意識した方がいいですね、今後ね。すごい勉強になってますよ、このエクストラチャレンジシリーズです。協力ありがとうございました。ということで、さらに力のロベルトノートを手に入れ、オールクリア報酬を手に入れました。ありがとう。やったね。で、なんか真ん中にさ、曜日シナリオクリアっていうのがあるよ。曜日ごとに各種の覚醒書やコーチが手に入るシナリオが開催されているよと。うん、その前になんかいろいろ達成しているようですよ。やった記憶はないんだけど。はい、4464。あ、やったね、嬉しいね。皆さんからね、結構フレンド依頼っていうのいただいてて、で、そのいただいてるフレンド依頼はね、まあちょっとなんだ、性質上認可はしてないんだけど、でもありがたいことに皆さん、ほとんどの方がジャパニーズサッカーを設定してくれてるっていうね。本当に嬉しい話です。じゃあやってみようか。これでは何言ったくんがいるチームね。よし、試合開始。南葛のフォーメーションってあんなんだったっけ。じゃあ新田に極上のパスをさ送るよ。見杉くんからの、これがね難しいんですよ。これこの辺でいけるか。
これが、ちょっと待って、もう一回やらして。ドライパス繊細だからね。ここでどうだ追いつくだろ。全日本でも1、2を争うあの伊達点なんだから。でもドライブパスに合わせなきゃいけないってかなりだよな高いボールか。じゃあせっかくだからヘディングどうよ。出た、バクチディフェンス。このまま突き放してるで。皆さんアニメご覧になりました？もちろんね、大友中新田くんが主役ではあるんだけど、俺が相手だ。行くぞ。見どころとしてはね、次ソーダ誠が出てくるとこですよ。テンション上がるポイントは。勝負だ、負けない。ちなみにさ、あの技さ、どんぐらい消費するんだろうか。ここでさ、下手にスタミナ使っちゃうとさ、打てなくなっちゃう。一旦折り返してもらおうぜ。よし、高いボール原作みたいになってんじゃん。日体になかなかパスがいかないって。よし、じゃあ勝負だ。体のどこかに当たってくれ。次な、次。よっしゃ。33分、翼先輩からの愛情パス。トール、愛情こもってる。あとは新田のスタミナ次第疲れちゃった疲れちゃいましたか。205ね。そこで呼吸を整えてさ、6ぐらいスーッて上がったりしない。しょうがないな。じゃあもうボレーシュートだよ。翼がこの後行くぜとか言ってる。惜しいよ。ワンテンポ気が合わなかったな、翼と。なんでシュート打った後に行くぜとか言って。よし、後半に期待。上がれよ。雑魚には用はねえ。どきやがれ。ふざけるな。好きにさせるかよ。恐ろしい男なんですよ彼は。まだ早いよな。ここはさ、普通にかわしたいんだけど、いけるかな。よし、みんな行くぞ。見た、今の相手の翼だからな。ここでさ、放っちゃうとさ、なくなっちゃうだろう。ちょっとさ、翼先輩、もう一回お願いします。ヒューガさんのパスがちょっと不親切だったんで。勝負だ。絶対負けん。くらえ。
ボール取られちゃった翼。頼もしい。そこな、ギリギリアウトなんだよな。行くぞ、負けない。ここだ。60使いたくないんだよな。でも幸いにして今全力保持してますからね。よし来い。よみがえれよ。ニッタよみがえる、ニッタよみがえる。行くぜ翼さん。成長した俺の実力見せてやる。よし来いニッタ。俺が相手だ。良いシチュエーション。全力。お待たせ。みんな行くぞ。タイミングを測れ。タイミングだ。キーパー一歩も動けない。体のどこかに当たってくれ。クリティカール。よし、これで安心だよ。決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。俺の雷獣シュートは無敵なんだ。体のどこかに当たってくれ。気のせいじゃないと思うんだけどさ、ヒューガ君の雷獣シュート、改めライザーボールシュートはさ、よく当たりますね。よし、みんな行くぞ。俺が相手だ。行くぞ。そこだ。簡単に抜けると思うなよ。よし来い、勝負だ。今だ。これはみんなの力で勝ち取った勝利なんだ。さてと、ニッタ君お疲れ様。初回クリア報酬で翼 P 一度で、皆さんハットトリックで5000点ももらえるんですよ。これでかいよね。だ、僕のざっとした計算でこの辺のね、試合に勝利とかをざっくり言うと1万4000点ぐらいもらえるんですよ。そこにハットトリックを加えると1万9000点なんで、試合中に少なくとも6000点稼いでおけば一安心っていう格好になりますね。協力ありがとうございました。楽しかったです。それでクリアで、またなんかたくさん出てきましたよ。選手をトレーニングした、はい。それからチーム総合力を8万にしなさいって、これあっという間にできるよ。その気になれば。まあいずれにせよ、ログインっていうのが足んないし、リーグっていうのは現時点でやるつもりは 0% なんで、うん、まあいけるとこまでやったっていうことで楽しませていただきました。さあ今日のポスターのコーナーなんですけれども、遊べるものが12時まで、サンパウロが誇るゴールデンコンビ、不滅の貴公子、ハヤブサファイターを止めろ、帰ってきた日本の守護神、これ気になるね。さらに皇帝の進行、ベールを脱いだ怪盗、自分で言っちゃう。
驚異のカイザータックル、炸裂、カルテ、キーパーという風になっています。時間的にどうだろう、全部無理だろう、だから4つぐらい目標に選んでみようかな。まあ、僕はね絶対やっておきたいやつが1つあります。そっから行こうか。入ってきた日本の守護神、全日本アジア予選を倒して SGGK パンチランク C を所持した若林を獲得しよう。だこれは結構難易度あれだよね、若林くんが相当つわもんだったらハートトリックを決めるのは難しいはず。39,000いけるだろうとは言いつついけるだろう。39,000、そうしましたら、あ、じゃあせっかく力の能力を開けてくれる方のスキルがありますんで、このスキルでこの南部校フェスボールの守りで挑んでみましょう。今日もぽっかり。勝負だ。よし来い。やっぱサッカーはテクニックだぜ。俺が止められるか。わしが相手してやるたい。そうつか。このコースもらった。よろしく。中途半端にキャッチングに行くよりは思い切ってタッチグラー。でもちょっとかっこいいね、うちのほら上にアッパーするパンチングじゃなくて普通のゴールキーパーがやりそうなパンチングで防ぎに行ってくれるから今の技はいいね。勝負だ。よし来い。ちなみに配信の中で言った気もするんですが、若林くんは SGGK っていう風な呼称で知られておりますけども、彼初登場の時はグレートスーパーゴールキーパー GSGK だったんですよ。なかったことにされてますけど。僕のテクニックがどこまで通用するか試してやる。何、日本の10番以外にこんなやつが。させるか。それよし、行くぞ美咲くん。お、翼くん。アグレッシブ美咲。完結。サッカーは一人じゃない。行くぞ。グレートスーパーゴールキーパーっていう並びだったのをスーパーグレートに変えたのには、ひょっとしたらね、その後陽一先生ダジャレを言うんですよ。若林がスーパーグレートゴールキーパーならば、森崎はスーパー頑張りゴールキーパーだなっていう。俺はストライカーじゃねえ。これが俺の問答無用変化の敵の雷獣。これ GSGK じゃそういうギャグができないからね。頑張りスーパーゴールキーパーって並びになっちゃうからね。だからひょっとしたらギャグが思い浮かんで SGGK にしたんじゃないか疑惑。よし、シレット並び順を変えましたみたいな、なんてね。行くぜ。俺は必ずゴールを守る。誰にも負けねえ。行くぞ。来い。よし、
ャプテン翼4もスタッフが開発陣が参考にしたのがおそらくねそのコミックスだったかもしれませんね。だとすればそれはとてもいいことですよ。偏見にとらわれず、ほら変に詳しかったりファンだったりするとね、もうこういうもんだって頭でインプットしちゃってるもので作ってしまうんだけど、きちんとコミックスを読んでいるってことですね。いや本当ね、いろんな想像ができるんですよ。あのファンだからこそなのかもしれないんですけどね、そこがキャプテン翼のね魅力の一つだと思ってます。行くぞ葵。翼さんとまた勝負ができるなんて。これだけほら一人一人にキャラクターにクローズアップしていたりしても結構ミステリアスな人物っているでしょ、キャプテン翼の中では。だそういうミステリアスな部分をいろいろファンだからこそ妄想するのもファンゆえのなんか楽しみ方なのではないでしょうか。僕が止める。いいね。は特に僕はねミステリアス、ミスターミステリアス第1号としてね常に気になっているのがね、日本サッカー協会にいる片桐宗政。中途半端にキャッチングに行くよりは思い切ってタッチグラー。そらっよっしゃナイス。よし どうしてそんなに片桐さんは翼くんたちに優しいの？翼くん世代に妙に優しいじゃん、あのお兄さん。ゲームの中の世界だとさ、自分の血のつながった妹を全日本のある選手に捧げたりとかするし。行くぜ翼。来い、キューダくん。はじめはね、サンパウロに派遣したから翼くん目当てで行ったのかもしれないけど、ひょっとしたらうちの妹だったら中澤さんに勝てるかもしれない。しかもほら妹さんインターナショナルじゃん、サナエちゃんと違って海外アレルギーないじゃん。サナエちゃんどっちかっていうとほら日本が大好きみたいな感じの勝手な想像だけど、私ちょっと日本以外ちょっと無理、海外旅行とか無理なんですけどみたいな、ね、国内旅行の方が好きっていうそういう顔してるからさ。もそんなサナエちゃんもリバウルさんのとこに行ってブラジル料理を勉強するんですよ、翼くんのために。そう、全ては翼くんのために。国内大好きなんだけど翼くんのためだったら。簡単に抜けると思うなよ。よしよし、重たい。読者に想像の余地を残す。そうですね、うん。サッカーといえば橘兄弟の先輩特許だぜ。その通りだぜ。俺は負けない。そっちから行くぜ。行けみんな。全然話変わりますけど、新しいアニメのゆかりちゃん可愛くしてもらったね。勝負だ。切るもんか。深読みしないでね。純粋に今思ったこと、ゆかりちゃん昭和版よりも可愛くしてもらったで。今時の顔してるじゃん。中途半端にキャッチングに行くよりは思い切ってタッチグラー。
なんかほら、昭和版のゆかりちゃんはさ、さつまいもが好きそうな顔をしてたけど、21世紀版のゆかりちゃんはなんかスイートポテトが好きって言いそうな顔してる。同じものなんだけど。っていうね、ファンだからね、いろんな妄想が止まんなくなるんです。このゲーム遊んでるとすごく楽しい。そう、昭和版はね、さつまいも顔。21世紀ミレニアム版はあれよ、スイートポテト顔。なんなんだそのハイパー偏見は。一意見でございますんで、どうか聞き流してください。勝負だ、蹴るもんか。それ、これが技のプレイだ。いくぞ、ノンファイヤー。中途半端にキャッチングに行くよりは思い切ってパンチグラー。キャッコア、よし、なに、若林君が喋ってる間にボールがもう迫ってきていそう。それ言ったらさ、昭和版のキャプテン翼の実況がさ、すごい、あーと翼君ボールを奪ってゴールへ向かって一直線ドリブルを開始したって、そう言ってる間にもうゴール前についてそうな。でもなかなかたどり着けないっていうのがあるじゃない。永遠とドリブルをしてるっていう。高いクリア報酬でかいな。ハットトリックはでかい。4万点ですもの。協力ありがとうございました。いたいた、ロックかけるぜ。完璧なる守備。よくあんだけ失点しておいて完璧とか言えちゃうね、君。日本を戦うペナルティーエリア外からのシュートはどんなシュートでも止める。ペナルティーエリア外からのシュートは決めさせない。日本を世界一にする。そうだろ翼。あー、ちょっといいセリフ言われちゃったから突っ込もうと思ったツッコミ全部流しちゃう。いい言葉だ今のは。で、この若林くんは SGGK パンチという技を持っております。嬉しいね、若林くん大好きだから。